ナメコ VS ダンボールナメコ仁義なき日本勝負。ではちょっとナメコさん待ちの間にルール説明をさせていただきます、ボールを転がしてペットボトルの瓶を倒していただきます。これか。はい、1回につき2投できます。ただし1回目がストライクだった場合は2投目はありません。 OK。ペットボトルを多く倒した方が勝ちです。オッケーオッケー。あ、まさにここにいたんだ。はい、あれ今日はここにいたんだ。そうですね、はい、で、スタートのラインなんですけど、はい、ナメさんちょっと距離があります。あ、後ろ、はい、はい、で、ナメコさんはこのここ、はい、これでやるんだ。どっちが先にやるかはお二人か。じゃんけん決める。じゃあ先攻後攻じゃんけんしようか。最初はグー、じゃんけんパー、アイコ、アイコでチョキ、グーだね。これはってことはナメコは勝ち。どうする？先攻後、先攻がいい、後攻がいい。先攻がいい。はい、じゃあ早速ナメコさんのここ映ってます？2人とも映って大丈夫。ジャンナメは別にまあいいよ、ナメコさんが投げるから。はい、じゃあこれナメコ持てんの？キック置いて。はい、はい、第1投。いきまーす。おおおおすごいすごい。え、これってさ、転がったやつは避けてあげないよ。あ、多分避けた方が。はい、じゃあ1本目の第2投。結構難しいね、これね。これは難しいですね。どうやったらいいんだろう。狙ってます。先頭のイロハスを右に飛ばして奥の双剣美女を倒すとかじゃない。さあ、ピンの配置を読んでおります。第2投、ピー、おー、うまっ。惜しい。すごい、マジ狙い通り。すごい、9本かなり。すごい、素晴らしい。もうちょっとでスペアだったね。あれ、ボールはボールどこだ。ボールどこだ。ボールが、ちょっとお待ちください。ボールがね、あった。あのね、一番端っこの、一番端っこです。あ、一番端っこ。はい、なめこさんは1本目9本ということでね、素晴らしい。じゃあ、爽やか、ダンナメさん。お、いきますよ。意外と難しいんだよ、ここで。後ろのさ、スペースなさすぎ問題じゃない。ナメコさんどうした？ナメコがどこに行ったらいいか分かんなくなった。あ、今ね、大丈夫だよ、その。はい、じゃあ行きます。ここ見える？皆さん。見える、大丈夫。ナメコもうちょっと前に行っていただいて。もうちょっと。あ、こんぐらい？はい。はい、じゃあ行きまーす。あ、いい感じ。一本目。ポッ。お。九本。九本。やべえな、これ勝っちゃうな。勝っちゃうよ今日は。だって最近さ、ずっとね、ナメコが優勢だったもんね。確かに。だってほら。見て、13回からさ、俺勝ってないんだよ。なめこが3勝してて、あと2回引き分けだから、今日は勝ちたい。確かに。今日は勝てる勝負。いくよ。なめこさん、もうちょっと前かな。もうちょっと。はい、じゃあ、ランナー目、1本目の2投目いきます。
ありがとうございます。すいません、ちょっとね、外そうか迷ったけど、まあ、そこはガチなんで普通に大人げなくスペア取って新勝負だね。なんか秘密兵器とか言ってるんだけど、なに、はい、ちょっとこれはずるいでしょ。え、やっぱりちょっと旦那目さんに分があるんじゃないかっていうスタッフの脅威があります。なんでこんなナチュラルにこんなでかいものが出てくるの。明らかにもう2本目これでやるつもりにいたってことですか。やべえ、もう全員からさ、このなんだろう、前からちょっとね気づいてたけど、ランダムへの声援がないんですよ、この日本勝負って。常になめこさんが応援されてる。気のせいですよ。クソアウェイですよ。なめこさんの2本目。2本目、はい、外せよ、なんだろう、外せ。イエーイ、三本残った。もう一個あるから。あ、でもスペアは取りやすい配置。確かに、さっきよりスペアは取りやすい。あ、おー。スペアは取りやすいです。これマサルどけた方がいいかも。そうだね、はい、いつでもどうぞ。マジで。よし、絶対勝った、これは今日は。だってもう、だって文句ないでしょ、これで外したら。お疲れ。7本ですね。お疲れ。いやー、すいません、なんか。悔しがってるけど。悔しがってるけど、君あのでかいボール使ったんだから。まあ見守っててあげてください、旦那さん。じゃあ私今日はこれでストライクを取って。ここでいい。ストライクを取って優秀の人いこうかな。絶対なんかやってる。絶対許さない。はい、じゃあ旦那さんの。はい。2本目の1投目いきます。ストライクいくよ。はい。真ん中先頭のピンが倒れなかった。残り4本ですね。意外とね、難しいですよこれ。なんか見てるより やるのが。そもそもさ、後ろのスペースは何なのかって。2本目の2投目いきます。はい、ほい。あ、まあ、やばい、同点だ。2本目は7本同点ということで、今回は旦那目さんの勝利ですね。危ねえ。今先頭のやつ外してたらまた一勝いっぱいだったな。すごいね、でも毎回いい勝負だ。これはなんかどうなんだっていう気持ちもあるけど、ね、はい、では、第18回仁義なき日本勝負、ペットボトルボウリング対決の結果は、ダンボールなめこ2勝ということで、ダンナメの勝利です。ありがとうございます。え、そうだよね。違う、2勝です。ごめん、捏造した。1勝1分けね。OK です。ヨーヨーのような大きな風船を使ってテーブルの上の紙風船を落としていただきます。
ヨーヨーのような大きな風船とは何ですか。はい、こちらのこれ、はい、こちらのバインバインってくる本当だ。なんか分かります皆さん、ヨーヨーのような大きな風船です本当にヨーヨーのような大きな風船だ。はい、はい、全ての紙風船を落とす時間が早かった方が勝ちです。はあ、これでバシバシ落とすってことですね。そうですね、はい、勝負は2回ずつ行っていただきます。はい、先行はなめこさんからお願いします。はい、わかりました。今なめこさん今ね、ヨーヨーのような大きな風船に乾燥中です。これ紙風船は固定されてるの？少し固定されてるの、はい、なるほど。じゃあ弾き飛ばさないといけないってことですね。そうですね。で、風ではこれ飛ばないんだ。飛ばない。なるほど。意外と、ってかちょ見えますこれ。マジでヨーヨーのような大きな風船なんですよ。あの素材は普通の風船よりもちょっとあの綺麗、若干固めで、ちゃんとヨーヨーなようなものがついて、うわすげえ、何これ、すげえ、なめこ、え、くっついたくっついたくっついた、これこういうおもちゃ今売ってる、プーニーズ、プーニーズだっけ、なんだっけ。はい、じゃあいきますか、はい、なめこさん、まずなめこの先行だそうなので、今日は旦那目映る、ここ映ってる、はい、じゃあ時間計る人の審判の準備ができたら教えてください。審判がスタートとあのストップをもう全部やってください。はい、はい、では仁義なき日本勝負紙風船飛ばし対決1本目、先行なめこさん、いきます、よーい、スタート。え、はい、なめこさんの今のタイム 6秒28。6秒28、あ、メモしておいてくださいね。6秒28、はい、じゃあ一旦紙風船をどかします。これ机入れ替えるんですね。はい、はい、なめこさん、なんか3つで若干腕当たってなかった。当たってない当たってないそうです、はい、今やね、どんな競技でもビデオチェックがあるのにね、日本勝負は固くなにビデオチェックを拒む、そういう競技です、ね、時代と逆行してますよ。6.28、 なめこ6.28、はい、はい、では私ダンボールなめこ準備 OK でございます。なんか斜め大丈夫ですか、角度。ああ、大丈夫です。大丈夫、はい、それではいきます。ダンボールなめこさんいきます。なめこさん映ってますか、画面。なめこさんもうちょっとこっち、はい、大丈夫、はい、大丈夫です。いきます、よーい、スタート。指から取れ。はい、旦那目さんのタイム8秒44。マジで8秒44です。あ、1回戦目は旦那目さんの勝ちです。まあ、なんだろう、言い訳っていうか、今日初めてこれを指にはめてやってみたんですけど、思いのほか指からこれが抜ける。しまった、そういうことか。指をこう閉じてないといけないんだな。結構パーにしてやってたんで、それがね、敗着です。はい、ではなめこさんのデスクを一回いいよ、あの、移動してからまたやってやるんで。はい、ではなめこさんは準備 OK ですか。はい、なめこさんの準備は OK だそうです。はい、はい、旦那目のタイムはもう記録してますね。記録した、やります。はい、ではなめこさん2本目お願いします。いきます、よーい、
スタート。絶対腕使ってるよ。絶対腕使ってるよそれ。はい、なめこさんタイムは。今のなめこさんのタイム。もうちょっとこっち、なめこさん。はい。5秒06です。5秒06。あれさっきより速くない？さっきより1秒以上速い。さっき6秒28だよ。やべえ。はい、じゃあ。やばいぞやばいぞ、最終回まであと1回なのに。え、ってことはもう俺負け越しじゃん。今気づいた。残り全部勝とう。再来週勝てばいいね。今週引き分けても再来週勝てば、まあ最後10ポイントでしょ。はい、わかんないけど。はい、準備 OK です。はい、いきます。はい、よーい、スタート。はい、今の旦那目さんのタイム4秒20です。よーい。4秒、イエス。つまり2本目は旦那目さんの勝ちです。ごめんなさい、なめこが何秒？はい、5秒06です。なめこが5秒06、旦那目が4秒20です。4秒20ということで、2本目は南光の勝利です。ありがとうございます。イエーイ。最後ね、ちょっとこっちにどうぞ。はい、意外とね、難しいね、これ。指からコロコロ出るんですよ。かといって、叩くためには手を広げないといけないですよね。そんなテクニカルなことがあったんですが、なめこさんも一切関係ないですね、これね。絶対指から離れないっていうね。はい。では、第19回、仁義なき日本勝負。カニ風船飛ばし対決は1勝1敗で引き分けでした。1人でいいですが、風船割りだそうです。風船割りとは何でしょうか？ルールは簡単で、3つの風船を早く割った方が勝ち。音量注意。音量注意、はい、風船を割るの？割ってください。はい、見せてください、風船を。風船を見たいです。え、どういうこと？本当に風船を割るの？あ、本当に割ってください。本当に風船を割るんだ。これか、これか。剣山じゃん。また肉体改造手術を受けてなめこが放送に登場してた。そういうことか。なんかめっちゃカリカリするし危ねえなと思ったんだけど。え、これは日本勝負だから2回やるんですよね。2回やります。え、音量注意ってマジで大丈夫なの？誰もまた何も答えてくれない。音量注意、音量注意っていうのは音を小さくした方がいいの？見てる人は音を小さくした方がいい。こちらで小さくします。ああ、放送の方でも小さくはするけど、一応注意してねってことか。さっき何かやってたんですよね。はい、そうです。はいはい、だそうです。一応なんか調整はしてくれるそうなので、まあ、一応ちょっと小さめにしていただいた上で見て、音量足りなければ上げてください。はい、で、どうしよう。まずは先行後攻のじゃんけんをまたしましょうか。はいはい、はい、最初はグー、じゃん、ん？あ、先行後攻関係ないのか。同時に始めて、はい、あ、そっか、3つ早く終わった方が勝ち。はい、わかりました。じゃあ、用意スタート。なめこは座ったままで大丈夫なの？大丈夫、はいはい、ちょっとマイクに当たるとさすがに落とすんだよ。はい、じゃあお願いします。もう準備は万端です、なめこは。Thank you.
競技じゃないマジで。いや、吉田沙保里めっちゃ待ってたから。負けじゃん勝つって言ってるけど。もう一回やるんで、もう一回。あ、日本勝負だから。日本勝負なんで。いや、もう絶対無理だよ、そんなん。ちょっとイメージトレーニングをそうしてもらって。え、あれなんか2枚、あ、板が2枚なかったんだ。え、ちょっと待って、さすがにこれはきついっすよ。なめこは余裕だろうけどさ。え、吉田沙保里が割ってたって。俺吉田沙保里じゃねえから。霊長類最弱だよ、むしろ。頭濡れたら死ぬし。なめこはそれは何のポーズなの。オタクは何をされてる方なの何こうやってやればいいんだ。あ、なめこがめっちゃアドバイスくれてる。こうやって割りなさいと。吉田沙保里もそうやってました。吉田沙保里がこうやってたら俺割れねえじゃん。それは吉田沙保里だからこれで割れるのであって、普通の一般男性はこれで割れないんじゃないですかね。はい、あ、補充されてきた。これ旦那目よ。これ旦那目。段ボールだから。あ、そう。はい、そうだそうです。こうしようか。いや、でもきついよマジで。なんか放送大丈夫ですか。今密談をしてますけど。無線割れる音は思った以上に視聴者さんには害がないので、このままで聞こうかなと思います。風船を割った音は思った以上に視聴者に害がないそうですよかったね急に割り出した時は焦りましたけど、大丈夫そうなんでリアクションも。ああ、そうなんだ、よかった分かった。大丈夫ならそれでいいんです。ただ2本目はカウントダウンしてほしい。ああ、分かりました。はい、僕の心の準備が必要です。じゃあ3、2、1、用意スタートでやります。3、2、1、用意スタート。はい、それちょっと。はい、でもこれさ、勝負ならなさすぎじゃない。ちょっとハンデ欲しいんだけど。10秒後になめこスタートとかじゃダメなの。ああ、旦那さんがそもそも割れるのか知りたいです。さ、ツイッターとかチャットでは何て言われてるの。今俺パソコンどけられちゃって何も反応が見れないんだ。なめこさん最強。いや、そりゃそうでしょ、だって手が串になってんの早すぎる、みんな言ってます。めちゃくちゃ早い。早いよ、手が剣山なんだもん。剣山で叩くだけの簡単なお仕事まあそうだよね。ハンデを、ハンデくれよ、ハンデ。あ、じゃあナメコが3つ消す間に俺1つでもらったら勝ちでいい。あー、それで、ね、じゃあいける。ちょっと頑張るわ。めっちゃね、心臓がドキドキしてる。前回の3秒なかったですよ、なめこさん多分。だって前回の第1回放送で緊張してるもん今。メイヤ、はい、やります、やります、はい、やります。じゃあ、用意スタートで1個、旦那目さんは割ってください。はい、なめこさん3個。はい、じゃあ行きますね。じゃあカウントダウンします。はい、3、2、1、よーい、スタート。あー、怖い。あ、めっちゃおお、あ、なんだ、手加減してんじゃないのか。ちょっと待って、絶対無理だ。あー、怖え。おいや、ま、じゃあ笑ってるけど笑ってるけど絶対無理だ。なんか、旦那目さんが割れるのか知りたいです。ちょっと割ってみたい。割ってみて。お尻で割るはあり。吉田沙保里、吉田沙保里いくつ風船割ってるの。え、絶対無理だって。あー、怖え。いや、怖がってるから。以上、やってみてよ空手の聖剣好きで割ってみろよ。いいや、ちょっとぐだってるからやるよ、ちゃんと。ふっ、うおお粗末様でした。いやー、乾杯ですよ。乾杯。
台本も散らばってるし。いやー、ちょっと待って、めっちゃ汗かいた。はい、すいません、ちょっとチキンなところをさらしてしまいまして、なめこ VS ダンボールなめこ仁義なき日本勝負第2回風船割りはなめこの完勝です。今から、30秒いきますね。はい、いいよ、いつでも。いきます。30秒よーい、スタート。あ、結構きつい。なめこ、足立ってる？立ってます。15秒経過、半分です。え、俺の勝ち？ちょっと持ってこないと分かんないじゃん。あ、ビーワークス。やっちゃいました。ちょっとゲーム開発部でやべえぞこれ。やべえぞ。とりあえず2回戦やろう。2回戦やりましょう。リンゴどこ行った？リンゴ、お盆逆じゃねえかって言われてるのね。あ、旦那目がこのでかい方で、こっちか。ちょっとごめん、なめこめっちゃ不利だったんじゃん。そしたらなめこさん、ごめん。そしてそしたらこれを落とさずに言われることもなかったんじゃないか。本当だ、すごくなる。空手部の給料から転職するから。それも一つ、はい、大丈夫でしょうか。じゃあ第2ラウンドいきますね。よーい、スタート。安定感ありますね。なめこ全然違うじゃん、さっきと。15秒経過、8、7、6、これそのまま続けようぜ。4、はい、2、1。じゃあ30秒経ったんですけど、こっからどこまでいけるか。サドンデス、サドンデス対決で、サドンデス。なめこ結構きついんだよな。なめこさん、これはもう完全勝利ですな、わしの。ちょっともう一個やります？やんないよ、だってもう時間がないもん。あ、そっか、もう35分です。そうだよ。空手部がお盆間違えたからでしょ。というわけで、あとでもう一回やろう。はい、このバランス対決は2対0でダンボールなめこの勝利です。ありがとうございます。